吉田さん、暑いですね。そして懐かしいですね、宝塚。ナイト2000と R34、ガチャンコしましたね。今たまたま R34 を検索したんですけども、2万キロ走行1980万、いやすごいですね。カラーリングは吉田さんとほとんど一緒でした。で、本当にね、痛みも少ない状態で極上車じゃないですか。これが今の時点で2000万で手に入るんだったらむちゃくちゃ買いだと思いますよ。多分吉田さんの車でも2000万ぐらい今するでしょうね、きっとね。いや、なんかね、メンテナンスを細かくしてるから、まあ2000万が妥当かなっていう気がしますね。私のナイト2000ももうね、1回車検通したら100万ですからね。今日連絡来まして、タイヤも交換してくださいってことだったんで、タイヤも交換4本ともお願いしましたということなんですよ。ですんで100万突破ということでね、ナイト2000、2年ごとに100万かかるのかなとか思っちゃいますけどね。よし、しっかり稼ぐぞって感じです。まあ、そしてトヨタの車の方も、おかげさまでね、決まりまして、納車を待つばかりと。これ納車は7月になるというふうに聞いてます。まあ、今回ね、ちょっと曰くありまして、新車レクサス、中古レクサス両方ともちょっとね、先送りしまして、一発これに乗っとかないとなっていうのにしたんですよ。そうですね、もう一回セルショーです。今セルショーの価格が高騰してるんですよ。この2年ぐらいで本当にね、2倍から3倍に上がったという話もありますし、まあそこまで上がってなくても、もともとがね、やっぱこう30万前後まで落ちちゃった車なんで、今乗り出しがやっぱり100万ぐらいらしいですね。中古でもそれがね、10、20、30全てがそうらしいです。もっとびっくりしたのが、セドリックの Y33 っていうシリーズなんですけども、これもね、もうね、物がなくって、本当に今ね、私が20代の頃に憧れて乗れなかった車っていうのが今乗れるかなと思ったら、今また乗れないんですよ。玉がないのと、あっても高いというね。どうなっちゃってるんでしょうか。あの頃いっぱい走っていた車、なんか壊れちゃったんですかね。状態良くなくなっちゃったんですかね。ということでね、車1台取っても価値は上がったり下がったりするわけなんですよ。かと思ったら全く値がつかないのもあるし、ちょっとしたきっかけで値段が上がるものもあると。今暗号通貨、仮想通貨全体的にガクンと下がっていて、調子がいいのは何もないということです。なんか中には40分の1ぐらいになった急落したコインもあったらしいんですけども、まあ、いい加減ね、そういうふうなね、超反爆地みたいなものはなくなってほしいなと思うんですが、まあしばらくはあるでしょうね。今回ね、みんなの銀行の話ちょっと改めてしますけども、いろいろ話しちゃってすいません。吉田さん、トライしていただいてありがとうございます。おかげさまで、あれからみんなの銀行ね、動画毎日上げてるんですけども、今日も6000円入っていたみたいです。で、明日もいくばくかの入金があるみたいなんで、私は細々とこれやっていこうと思います。やっぱり1000円を笑うに、しかずと言いますかね。私は明らかに日々稼いでる人間です、おかげさまで。でもみんなの銀行ってのがあったら、それはそれで全力で取り組むんですよ。これ見えてるから分かりやすいですけども、また見えてないのに一生懸命取り組んでも他にもいっぱいありますからね。例えば YouTube のこのアフィリエイト報酬ですね、アドセンスがありますけども、こちらの方も毎日やってるから入るんですよ。5万とか10万とかね、20万とか、毎月毎月ばらつきありますけど入ってますよ。それはなんでかっていうと、毎日 YouTube やってるからなんですよ。だから稼げない稼げないって言ってる人の多くは、この YouTube を私ほどやってないから、それは稼げないですよ。稼げないですよ。私と同じぐらいやったら、私と同じぐらい稼げると思いますよ。あとみんなの銀行も私しつこくね、進めてるでしょ。これでもかってぐらい進めてるでしょ。明日もまたやりますからね。だって1000円って貴重だもん。1000円を積み上げていくから1万円になって10万円になるわけじゃないですか。これをね、1000円を稼ぐことをいとも簡単に諦める人に、どうやったら1万、10万、50万が来るんですかって話ですよ。私はね、本当にはっきり言ってね、金はあります。でも誰よりも1円のことを真剣に考えて、1円を稼ぐことを誰よりも真摯に取り組んでます。舐めたりしないです。1円だろうが何だろうが、ポイントサイトで1ポイントのやつがあったらやりますからね、全部ね。だからこのぐらい1円に対して真摯に向き合ってるんで、簡単に私はね、どうでもいいものにお金を使いません。自分の中でこれは今のうちにゲットしときたいなと思うものがあれば、常識の範疇を超えて取りに行きますね。車なんて私も4台目ですよ。また今現時点で所有権がね、でセカンドカーってのはよく聞く話じゃないですか。で、3台目の車、4台目の車ですよ。全部がその排気量の 5000cc 以上のやつ。まあ、これもだからね、金があってすごいだろうじゃないんですよ。
誰よりも1円に10円に100円に真摯に向き合った結果、取りこぼすお金もありますけども、そうじゃないお金もあると。で、稼ぐためには熱心にやってるわけなんですよ、みんなの銀行ね。よく金を巻き上げてんだろうって言いますけども、みんなの銀行誰から巻き上げてるんですかね。誰もユーザーさんお金払ってないですよ、儲かるばっかり。人を儲けさせることを一生懸命やったら私も儲かっちゃったみたいな感じです。みんなの銀行っていう銀行がこの広告料の代わりに紹介報酬出してくれてるじゃないですか。もちろん有料の商品も売りますけども、私はいわゆるね、おすすめして売ったことはないです。速稼塾にしても、なんか速稼塾って何ですかってお問い合わせが来るから返信をして、それに対して速稼塾に入らせてくださいっていうふうに来るんで、あ、全然いいですよと、断らないですよ、どうぞどうぞ、支払い方法はって言ったら30年ローンでもいいですよと、頭金も分割できますよ、どういうふうに支払いますっていうふうに決めていただいて、私は一切請求もしてないし指示もしてないということなんですよね。だからよくね、買わされたとかね言う人がいるかもしれませんけども、買わされたんですかね、うん、私は YouTube をただアップロードするだけなんで、買わされるのが嫌だったら、まあ、好きな動画を見に行ったらいいんじゃないですかね。セールスのない動画とか、金の匂いのしないやつをね、なんかテレビの動画をアップロードしてる動画とか見に行けばいいんじゃないですか。うっちゃんなんちゃんとか、なんか知りませんけどね、ダウンタウンとかね。でもやっぱり自らの意思で、誰かわからない私みたいなね、吉田さんみたいな動画を見に来て、たまたま商品見つけて興味が出て買った、期待通りじゃなかった、金返せ、これなんだというね、どっちが詐欺だみたいな感じですよね。だから無理して買わないでください。で、まずはお金のかからないのに、お金がかからないのにお金が稼げるやつからやったらいいと思います。世の中溢れてます、そういうのが。で、今おすすめするのはみんなの銀行。いってらっしゃい。